楓原和葉という者に会ったことはあるか。あいつはさっき天領奉行の人に呼ばれて行っちまったよ。何か重要なことで相談があるらしい。メガリレーが廃止されたおかげで堂々と彼を逮捕できなくなっちゃった。でもこれってつまりワクワクする事件が間もなく起きる。言葉じゃわからないのかい。霧を晴らせ。拙者が初めてあの刀の柄に触れた瞬間、見知らぬ謎の空間に引っ張られたかのようであった。進化諸君、これぞ私が長年求めていた粛清の楽園。さあ、因果集結の降臨を見届けるのよ。闇を支配するこの私が諸君を夢の扉へと導くわ。こんな神聖な場所に連れてきてくださった皇女様に感謝するぜ。このような旅の機会を設けていただいたこと、ありがたき幸せにござりまする。どうして私のような天才先生術師がこんなおままごとに付き合わないといけないんですか。メギストス卿、恥ずかしいのでしょうか。その変な名前で呼ばないでください。なんだっけ。いい、とてもいいわ。フィッシュル、あなたにはもう我慢できません。おい、お前も合わせろよ。プレイステーション。